はい、こんにちは、116インズです。今回は助っ人をテーマにお話していこうかなと思っています。助っ人の意味を Google で検索すると真っ先に加勢し手助けする人が出てきますが、 NPB では助っ人外国人という言葉がよく使われますよね。MLB とは違い何事もなくキャンプイン、オープン戦を迎えている NPB では選手の流動性がそこまで高くないため、各球団の大きな補強手段の一つに外国人選手の獲得がありまして、そしてその外国人選手の出来が場合によってはチームのシーズンの出来をも左右することは皆さんもよーくわかっているかと思います。 MLB は世界中から選手が集まってくるため助っ人外国人になる概念はないものの、ただ NPB と同じように助っ人的な存在はいて、それが夏のトレードデッドラインで補強してくる選手たちですかね。シーズン後半戦あるいはプレーオフも見据えて特に多いのが FA 直前の選手を獲得してきて、半年間のレンタルかもしれないけどうまくいけばチームの今季の運命を変える、まさに助っ人の意味でもあるチームに加勢し手助けする人となるケースも結構あるんですが、今回は夏のトレード後半年間のみチームでプレーし、そこで個人的に印象に残る活躍を見せた選手たち、2000年代以降で助っ人的な存在だった選手を振り返っていこうかなと思っています。はい、で助っ人的な存在だった選手と言いながらいきなりまとめての紹介で申し訳ないですが、まず昨年ブレイブスが連れてきたデュバール、ロザリオ、ソレア、ピーダーソンの外野手4人は正しい意味での助っ人でしたよね。打線の中心だったアクーニャとオズーナを共にシーズン中に失ってしまい、プレーオフ進出すら危うかったブレイブスフロントがかき集めてきたこの4人の外野手がいたからこそ、昨年世界一を成し遂げることができたのはこれは間違いないでしょう。プレイオフでも活躍が目立ち、ロザリオはドジャース相手の NLCS で打ちまくって MVP に輝きましたし、アストロズとのワールドシリーズでは第一戦先頭打者ホームランでチームに勢いをもたらしたソレアが MVP、 途中補強の2人がブレイブスのキーマンとなった点も大きかったですよね。昨年ブレイブスの世界一を予想できた人は少なかったと思いますが、助っ人たちの活躍がその予想を覆す結果をもたらしました。2人目は2008年エンゼルスでプレーしていたマーク・テシェイラ。当時のエンゼルスは投手力と守備力を武器に堅実な強さを誇ったチームであったものの、打線にやや迫力が欠ける印象。2008年シーズンも夏の段階で65勝40敗、地区2位に 11.5 ゲーム差つける独走状態ではありましたが、打線の力はリーグの中でもせいぜい真ん中くらいでしたので、プレーオフも見据えててこ入れとして迎え入れられたのがテシェイラでした。エンゼルス移籍後テシェイラは54試合で打率3割5分8厘、ホームラン13本、OPS10 割8分1厘、テシエラの加入によってエンゼルス打線の得点力もアップした結果、チームはさらに勢いづいて最終的にはシーズン100勝62敗で AL 最高勝率も記録。プレイオフでは残念ながらディビジョンシリーズで敗退してしまってフロントが想定していた結果にはならなかったものの、彼が見せた活躍は助っ人としては申し分ないものだったのかなと。ちなみにテシエラはこの年のオフに FA でヤンキースへ移籍した際、エンゼルスは保証で受け取ったドラフト指名権でマイク・トラウトを指名しています。後のチームにも大きな影響を与えたトレードでしたね。3人目は2004年アストロズでプレーしていたカルロス・ベルトラン。当時ロイヤルズのスター外野手だったベルトランは FA 直前にプレーオフ進出を目指すアストロズへ移籍となったんですが、移籍後90試合でホームラン23本、 OPS9 割2分9厘、移籍後だけでウィンザーボリープレイスメント 4.5 を記録し、これはアストロズ野手陣の中ではランス・バークマンに次ぐ貢献度でもありました。前半戦を勝率5割ちょうどで折り返したアストロズが、後半戦ワイルドカード獲得まで追い上げる上でもベルトランの存在は大きく、またプレイオフでは DS、CS 合わせて12試合でホームラン8本を放つ大暴れ、ワールドシリーズには手が届かなかったものの、チームにインパクトをもたらしたベルトランはファンからも愛され、彼をヒューストンに残すための募金活動が立ち上がるほどでした。結局募金の甲斐もなくベルトランは半年でヒューストンを去ってしまうんですが、ベテランとなった彼が2017年アストロズに戻ってきて世界一に貢献。これで話が終わっていればめちゃくちゃいい話で終わっていただけに、サイン盗みの一件が露呈してしまったのは残念な限りです。4人目は2004年レッドソックスでプレーしたデイブ・ロバーツ。ドジャース監督としてもおなじみの彼は助っ人という言葉で想像されるような選手ではないものの、たった一つのプレーが球界の歴史を変えることになりました。レッドソックスは当時マニー・ラミレス、ジョニー・デーモン、トロット・ニクソンと外野のレギュラーがガチガチに固まっていて、ロバーツは怪我で離脱していたニクソンの穴埋め及びダイソー要員としての獲得で、移籍後さほど目立った活躍は見せていませんでした。しかしヤンキースとの ALCS 第4戦、3連敗で後がなく、この試合も9回裏1点ビハインド。相手は史上最強のクローザーマリアーノ・リベラという絶対絶命の状況で、レッドソックスはノーアウトランナー1塁からロバーツをダイソー起用。誰がどう見ても盗塁のシチュエーションで、リベラも何度も牽制を入れますが、それでもロバーツは2塁を陥れチャンスを演出。するとビル・ミラーのタイムリーでロバーツが同点のホームを踏み、ここからレッドソックスの魔法が始まりましたよね。
この試合をサヨナラで制し勢いに乗ったレッドソックスは史上初となる ALCS3 連敗から4連勝の逆転劇でワールドシリーズ進出を決めると、そのままワールドシリーズも4連勝、86年ぶりの世界一を果たし、ベーブルースを放出して以来続いていたバンビーノの呪いをついに解くことに成功しました。レッドソックスの歴史を考えると、あの盗塁のためだけでもロバーツ獲得は大いに価値があったのかなと思いますね。5人目は2015年ブルージェイズでプレーしていたデイビッド・プライス。当時のブルージェイズは世界一となった1993年以降ポストシーズンから遠ざかっており、コンテンダーとして迎えた2015年も夏の時点で貯金1、地区首位まで6ゲーム差、ワイルドカードまでも2ゲーム差とプレイオフ圏外にいながらこのプライスを獲得、さらにこの後にはロッキーズからトゥロイツキーも獲得するなどして本気度を示しましたよね。移籍前の段階でオールスターに選出されるなど好投を続けていたプライスですが、移籍後はさらにギアを上げて11先発でクオリティスタート9回、9勝、防御率 2.30、投げればチームに勝ちをもたらすプライスの加入をきっかけにチームにも勢いが増し、トレード後41勝18敗、勝率にして6割9分5厘と勝ちまくって、プレイオフ圏外から一気にエール東地区優勝まで駆け上がりました。ブルージェイズはこの年の ALCS で後に世界一となるロイヤルズに敗れますが、久々のポストシーズン進出を逆転地区優勝で決めた点や、かの有名なホセ・バティスタのバットフリップもこの年ですし、ブルージェイズファンにとっては思い出深い年なのかなと思っています。6人目は2010年レンジャーズでプレーしたクリフ・リー。2010年マリナーズでもプレーしたリーの活躍については先日別の動画でもご紹介した通りではありますが、1999年以降初めてのプレイオフ進出を目論んだレンジャーズでもリーの存在は大きなものでした。移籍後は15先発で防御率 3.98 と、移籍前の 2.34 と比べると成績は悪化してしまったんですが、夏のテキサスはとにかく暑く、ピッチャーにとっても苦しい環境であるため、むしろ3点台に収めただけでも万々歳。当時のレンジャーズに欠けていたのは CJ ウィルソン、コルビー・ルイスと並ぶ先発であったため、リーの加入自体がチームの安定にも寄与した部分もあるでしょう。スケットという意味でリーの存在が非常に大きかったのはプレイオフでしょうかね。 DS と CS3 先発全てに勝利したリーはこの間24回を投げて失点がたったの2。リーが投げれば勝てるを体現し、チーム史上初のリーグ優勝にも大きく貢献しました。ワールドシリーズではそれまでの3先発ほどの投球はできず、世界一にも届きませんでしたが、この舞台までチームを押し上げた一因には間違いなく彼の存在があったでしょう。はい、そして最後は2008年ブルワーズでプレーした CC サバシア。サバシアはインディアンスかヤンキースの印象が強いかと思いますが、半年間のブルワーズ時代も個人的にはかなり強烈に印象に残っていますし、この年のサバシア以上に助っ人らしい選手もいないのではとも思っています。1982年以来26年ぶりのプレイオフ進出を狙うブルワーズが獲得してきたエースは、移籍後17先発でクオリティスタート15回、11勝、防御率 1.65。おまけにシーズン途中の移籍にもかかわらず、移籍後7完投3完封はいずれもこの年リーグトップというタフさも見せ、また移籍後だけで記録したウィンズアブリプレイスメント 4.9 はブルワーズ投手陣トップの成績でもありました。これだけでもすでに十分チームが期待していた活躍を見せたとも言えそうですが、プレイオフ争いが佳境となったシーズン終盤には3先発連続で中3日でマウンドに立ち、9月20日6回途中1失点、9月24日7回1失点、プレイオフ進出を決めた9月28日は1失点の完投勝利。フロントのサバシアへの投資が久々のプレイオフ進出という形で実を結んだ。というかサバシア抜きではプレイオフまでたどり着いていなかったでしょうから、非常にいい補強となりましたよね。このあたりが個人的に特に印象に残っている選手たちでしたが、これらの例は夏の移籍市場がチームの運命をも変えうるいい例なのかなとも思いました。フロントの力が試される瞬間でもありますし、今年もそういった鍵を握るトレードを見られることを楽しみにしています。まあシーズンが開幕しないことにはダメなんですけどね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。